はじめに知事から発表がございます。でまず1点目は京都府の慰労金支援金事務センターの開設についてでございます。まあ、コロナウイルス感染症が発生して以来、府民の皆様の命や健康を守るために昼夜を分かたず治療に当たっていただいております医療関係者の皆様、また重症化リスクがある中で高齢者や障害のある方を支えていただいております社会福祉の皆様に対しまして、心から御礼を申し上げたいと思います。この度医療機関や介護施設、障害者、障害福祉サービス事業所などを対象に職員の方々への慰労金の交付と施設における感染症拡大防止に必要な経費の支援を行うために8月の24日に京都府慰労金支援金事務センターを開設することといたしました。まあ、センターでは慰労金支援金を速やかに交付するために、まあ、電話の相談から審査交付までを一括して行うこととしておりまして、総勢で48名の体制を確保いたしました。まあ、これによりまして申請をいただいた翌月の末には支給できるのではないかというふうに考えております。なお申請は本日から可能となります。詳細は関係の機関を通じましてお知らせするほか、府のホームページにも掲載することとしております。まあ、今この時もこの時間も関係の皆様には相当心身の負担がかかる中で強い使命感を持って業務に従事をしたいとおります。改めて心から感謝を申し上げたいと思います。感染状況を油断できない厳しい状況が続いております。どうか府民の皆様におかれましても、そうした医療機関社会福祉施設の負担を、まあ、なるべく軽減するために感染しない感染させない取り組みを引き続きお願いをしたいと思います。2点目でございますけれども、京都府テレワーク推進センターの設置についてでございます。まあ、京都府ではこれまでからも中小企業のテレワーク導入を支援してまいりました。まあ、そうした中で新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして、まあ、多くの企業がテレワークというものに取り組んだことによりまして、まあ、改めて多様な働き方の有効性というものが広く実感されることとなっております。ただ府内の中小企業の皆様からはテレワークに出す業務の切り出しですね、それが難しいとか、まあ、そもそも ICT の環境に課題があるとか、あと人事評価、勤怠、勤務状況ですね、勤怠の管理ができないというようなことで、まあ、テレワークの導入、そして定着のために多くの課題があるということをのご意見をいただいております。まあ、このためテレワーク導入に向けた総合的な支援が不可欠であると考えまして、京都経済センターの3階に京都府テレワーク推進センターを設置することといたしました。まあ、このセンターには、IT のコーディネーターと、それからテレワーク制度整備アドバイザーということで、まあ、技術面と本面の双方をワンストップで相談いただくことが可能となります。また必要に応じましてスタッフが企業の訪問を行いまして、中小企業の実情に合わせたコンサルティングや、京都府、それから国が実施しておりますいろんな補助制度、まあ、そういうものを組み合わせましてテレワークの導入支援を行うことも可能ということでございます。9月1日にオープンいたします。会社の当日には山下副知事が出席してウェブ上でのセンターの機能を知ることができるオンライン体験会とオンラインセミナーを実施いたしますので、当日の取材もよろしくお願いをしたいと思います。いずれにしてもテレワークの導入にあたってお困りの企業の皆様になるべくご利用いただきますよう周知につきましてもよろしくお願いをしたいと思います。それから3点目でございますけれども、9月の5日の土曜日に開催いたしますバーチャル京都ジョブ博についてです。はじめに動画がちょっと見ていただきたい、短いんで。ということで、私も完全に理解しているわけじゃないんですけれども、まあ、新型コロナウイルスの影響で企業の採用活動の遅れから就職活動をまあ継続されている学生がおられますし、またあと離職を余儀なくされた求職者の皆様がおられます。まあ、このために学生とかそうした求職者の皆様と府内企業との出会いの場を提供いたしまして、安定した雇用に結びつけていくことが非常に重要だと考えております。ただまあこういう時ですから大規模な
対面型の就活イベントというのは非常に難しいという状況にありますけれども、まあ、このジョブ博は、学生とか求職者がこうウェブ上のバーチャル空間に集まりまして、まあ、他の参加者と一緒になりまして、さまざまな就活のコンテンツに参加をいただけるという、まあ、新しい感覚の就活イベントでございます。今回のイベントの最大のポイントは、参加者自らが、さっきの頭が四角かったやつですね、分身となるアバターの姿となって、バーチャル空間を自由に動き回っていただけるということで、まあ、そのバーチャル会場には、企業と面談ができる企業のブース、それから業界研究セミナー等を受けていただけるようなメインのスクリーン、それから専門のカウンセラーからさまざまなカウンセリングを受けられますカウンセリングブースというようなものがございます。また学生の方からは企業オタクと呼ばれているそうでございますが、近畿大学の松本誠一准教授の講演ですとか、当然企業の PR 動画の視聴、さらにはこういう状況でも積極的に人材確保を行っておられます企業約80社、それからインターンシップの受け入れ募集を行っております企業約50社とミーティングができるということで、まあ、参加の方は希望する企業にはオンライン上での直接ですね、面接やそういうインターンシップの応募もすることができるという状況でございます。まあ、これまで実施したことのない全く新しいイベントとなっておりますので、まあ、なるべく多くの方に参加いただけますように、8月28日にメディア向けのプレの開催、それから、当然9月5日の当日の取材につきましてもよろしくご協力をお願いしたいと思っております。で、次に、4点目でございますけれども、京都宇治玉露玉うさぎの本格販売についてということでございます。お手元に商品をお配りしていると思いますけれども、まあ、我々普及促進条例を踏まえまして、京都の特に料理界からも要望が高かった宇治茶の有料ドリンクメニュー化を目指しまして、昨年度、まあ、関係団体と協力で瓶入りの宇治茶ドリンク京都宇治玉露玉うさぎを開発をいたしました。今年の1月にフォーシーズンズホテル京都で発表会を開催をいたしまして、私も参加いたしましたけれども、まあ、当初は5月に販売する予定だったんですけれども、コロナウイルス感染症の影響もございまして、この度9月の1日から本格販売を開始することとなりました。まあ、非常に高級感のありますデザインの瓶と、それから宇治玉露だけを使用した、まあ、味にもこだわり、まあ、料理にもマッチする新たな商品となっております。関係団体とも相談をいたしまして、まずは、まあ、京都でのブランド価値を確立するということから、府内の料理店やホテルなどに限定して提供させていただくこととし、まあ、これまでのプロモーションによりましてすでに29店で採用を決めております。まあ、さらに店舗数の拡大に向けては支援をしてまいりたいと思っております。まあ、ぜひ特別な場所、特別な時間でこの玉うさぎと共に過ごしていただきましてと思いますので、皆様方からのご支援もよろしくお願いしたいと思います。まあ、私も実際にちょっと料理と一緒に飲んでみましたけれども、まあ、料理の味はあんまり消さないし、なおかつ結構爽やかな、口当たりもございまして、料理の味を引き立てるような効果もあると思っております。まあ、これを起爆剤としてですね、宇治茶の新たな市場開拓、また販路拡大にも貢献をしてまいりたいと思っております。配布している資料は4種類ですが、一点、資料ないんですけれども、口頭で京ヶ岬の通信所におきます新型コロナウイルスの状況につきましてご報告を申し上げたいと思っております。米軍の方では医療専門チームを京丹後市に派遣をいたしまして、米軍関係者への検査を進めるなどの対応を進めており、まあ、軍人については全員の PCR 検査が実施され、また軍属に対します PCR 検査も8月の5日から順次実施されておりまして、米軍からは8月13日以降は陽性者の報告がございません。まあ、これは米側の方ですけれども、丹後保健所におきましても、通信所に勤務をする方、それから通信所に出入りをされている方、それから工事関係者など、まあ、検査の必要な住民の方合わせて73名に対しまして、PCR 検査を行いまして、全員の方の陰性を確認をしております。まあ、ただ、まだ、軍人軍属で陽性になった方の公衆衛生の情報等の提供を受けておりませんので、まあ、そうした軍人軍属の方の地域での
行動歴とか濃厚接触者の状況につきましては、まあ、今までもあらゆる機会を通じまして米側に情報の提供をお願いしておりますけれども、まあ、引き続きその努力を続けてまいりたいというふうに思っております。とりあえず我々が把握しているあの地域の住民の方の PCR 検査が一通り終わりましたのでご報告をさせていただきました。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。